皇帝料理ゆうです。本日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、海鮮丼をやりたいと思います。本当にシンプルですね。もうご飯の上にネタをのせて、まあ、醤油かけて食べるっていう、もう海鮮丼なんですけど、まあ、本当に何を使ってもらってもいいと思います。本当にもう好きな食材、まあ、今だったらブリとかも入ってるんで、ブリばっかしにしてもいいですし、まあ、いろんなの使ってもらってもいいと思うんですけど、まあ、今回は、まあ、あの4種類6種類かの魚を使ってやってますし、ちょっと切り方とか、どういう風に切ったら、あの、盛りやすいとかですね、揃えた方がやりやすいですよとか、そういうポイントがありますんで、そこは言っていけたらいいと思ってます。はい。もう今日はもう簡単なんですけど、まあ、ちょっとこう覚えておくと、まあ、家でももう便利やと思うんで、またよかったら、最後まで見てください。調理を開始したいと思います。本日もよろしくお願いします。では調理を開始したいと思います。今日は海鮮丼をしようと思います。食材をからいきますね。今日はカツオのたたきですね。カツオのたたき、はい、こういう感じでも焼いてます。はい、藁で焼きましたカツオのたたきです。で、こっちがブリですね。ブリトロと言われてるからの油も結構これしっかりしてるんで、このブリトロを使います。で、これはタイですね。明石で取れたタイです。しっかりした身になってて、これはちょっと塩を少しだけして用意してます。マグロですね。マグロもあの腹の部分とかちょっといろいろあるんですけど、今日はこのちょっと赤身から中トロ寄りのマグロを使いたいと思ってます。結構綺麗な色してます。で、シラス、シラスもね、やっぱ美味しいですし、この海鮮漬けには、海鮮の丼にはこういうシラスがあったらいいと思いますね。こう小さい小魚、こういうのって本当にね、大根おろしとあの醤油でとか合いますし、シラスおろしとかでも合うぐらいなんで、海鮮丼にも必ず合います。で、今日カニですね。もうカニは身はほぐしてます。こういう感じでほぐして用意しました。ウニ、これも、これはあの徳島のウニになります。はい、お用意させてもらいました。これを海鮮丼を持っていきたいと思います。そしてまたちょっとあのポイントも言ってやれたらいいと思ってます。まずネタから切っていきます。まあ、ネタの基本としてはもう大体基本の大きさを揃えてあげた方がいいと思います。はい、なのでまあこういうちょっと端は切りますけど、まずブリから切っていきますね。こういう感じでブリも切ってあげます。少しこの時に切れ目を入れてあげると、少し切れ目入れてください。そうすると、味の醤油とかも乗りやすくなるんで、した方がいいと思います。こういう感じで大きさを揃えてあげます。まあ厚さとかそういうのはもうお好みでいってください。はい、まずブリですね。はい、続きましてカツオいきましょうか。カツオたたきで、基本魚の切り身の長さとかを少し均等にしてあげるというか、長さ同じような、こういう今ブリとここの長さを同じぐらいに合わせてあげた方が、魚とかあの海鮮丼盛るときに綺麗になると思います。はい、カツオ、タイいきましょうか。もうタイも全部一緒です。基本一緒の切っていくんですけど、で、大きさ、長さだけ揃えてあげて、全部同じような大きさにしてあげたらいいと思います。で、タイもちょっと切れ目入れましょうか。白身とかブリとか、には切れ目入れた方がいいと思います。ちょっと切れ目を入れるだけで全然変わります。まあ、なしでもいいんですけど、まあ親切、より親切になります。こうしてあげた方が。まずここまで切れました。こういう感じで、こう綺麗にね、こうやっても切れた方がいいと思います。はい、次いきます。あとはマグロですね。マグロも切って、これも同じぐらいの厚さになるように切っていってあげましょう。
で少しマグロも少し切り身入れてあげましょう。はい、ここまでしてあげます。では盛っていきましょうか。ちょっとね、深いめの器の大きいの、こういう感じでちょっと深い、まあ、これは青から緑の器なんですけど、これぐらいの大きい器の方が盛りやすいと思います。あまり小さいよりも大きい方が見栄えが良くなると思うんで、よかったらこういう深いあれば、ね、お蕎麦とか入れるような器なんですけど、こういうのに入れて盛りたいと思います。はい、では炊きたてのご飯をちょっと少し軽く混ぜてあげて、で乗せていきますね。でご飯も盛るときとしてのポイントとしては、あんまり、平べったくならないような感じで、こうちょっと内側、全部の円の全部を使い切るんじゃなくて8割ぐらいを使うというので、こう外も少しこう形でこういう感じで綺麗に整えてあげたら綺麗な丸になりますね。こういう感じになるんで、こっちがいいと思います。はい、これぐらい。ご飯は多く入れた方がいいかなって、あるんで、ご家庭では入れてもらっていいんですけど、まあ今回は綺麗に盛りたいなと思ってるんで、その時は少しご飯は少なめの方が見栄えは良くなるんで、その方がいいと思います。海苔を引いてあげます。はい、で先ほどのネタを順番に乗せていこうと思うんですけど、ここでもポイントとしては、マグロ今回タイ、カツオタラキブリっていう感じになると、色で言うと赤白っていう色になります。なので盛るときは赤白でやると綺麗に盛って揚げることができるんで、よかったらそういう風にしてください。で言うと1枚乗せると、この中心わかりますかね、まあ、円のご飯 の中心部分に中央が行くような感じに乗せてあげます。で次にタイをこの中央に乗せてあげましょう。こういう感じで乗せてあげます。で次はカツオですね。カツオをこの端が中央に来るように、でブリですね。でブリもこの端が中央に来るような感じにしてあげると綺麗に盛れると思います。これで大体今半分ぐらいになったと思います。半分ぐらい、マグロ、タイ、カツオ、ブリで半分ぐらいいったら、それを繰り返します。でまたちょっとだけ重ねてあげる感じですね。マグロ乗せて、でブリですね。はい、こういう感じで盛っていきます。はい、わかりますか。こういう感じでまず盛ってあげます。でここだけでもいいんですけど、さらにちょっとね、カニでこういうほぐしてあげたところで、ちょっと円を描くような感じにしてあげます。ここにシラスを真ん中にドーンと乗せてあげましょう。じゃあいろんなのが食べれるんで、こういうの方が見せ方としても綺麗ですし、食べる人にとっても食べやすくなるんかなと思ってます。木の芽ですね。木の芽をちょっと乗せてあげる。でウニを、もしこのウニを乗せていくんですけど、乗せるとしてもこういう白身のとこに、ちょっとね、こういうシラスの横とかに少し乗せてあげると、少しの、今ちょっとしか乗せてないんですけど、ボリュームあるように見えると思うんです。はい、こういう感じで少し乗せてあげたらどうでしょうか。であとはわさびもちょっと添えてあげる。で少しすりごまですね。少しごまを振ってあげると、はい、こういう感じに海鮮丼の完成です。海鮮丼の完成ですね。こういう感じですると、色もね、赤白赤で、周りももちろん綺麗ですけど、これ真ん中を小高く、こうしらすとかですね、があると小高く盛れるんですよ。和食の基本として中央を高くっていうのが基本なんで、こうすることによってより綺麗な海鮮丼になると思います。これ贅沢ですよね。ブリトロでね、油の乗ってる部分なんで、でこれシラスとかが、まあ、ブリとか、マグロとか中トロとかばっかし用意するのもいいんですけど、美味しいですけど、やはりこういうシラスとか、こ
こういうサブじゃないですけど、こういうのがあると、味の変化が生まれてなお美味しくなると思います。見た目ももちろん綺麗で重要なんですけど、食べ手にとっても美味しいとかさっぱりするとかがあれば、あの味の感覚が変わって美味しくなると思います。海鮮丼の完成ですね。まあもう作りはもうみんな、もう日本人もうみんな好きやと思うんですよね、海鮮丼で。まあ、これは好み分かれます。あったかいご飯でお醤油をこうかけたい人か、もう寿司飯にこう丼で食べたい人かで、あとはご飯の上にこうネタ乗ってますけど醤油を別にしてそれをつけて食べたい人、もうそれかもう醤油をかけるっていう、もうみんな分かれると思うんですけど、これは好みによります。今回はシンプルなやり方しました。同じような大きさに切っていくっていうのが一番盛りやすいと思いますし、綺麗に盛れるかなと思ってます。はい。でまあ、これは大きい器、小さい器とかいろいろありますけど、自分の好きな器に使ってもらってこう楽しんでもらったらいいですし、どん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 これは旬が変わってくるんで、まあ、10月です。10月なので、あ、今日は今回これがいいな、あ、こんなん入ってんなとか、見てもらって、ちょっとスーパーとかですね、見た時に結構面白いです。今いろんなのが入ってきてて、どんどん冬に近づくほど美味しい魚いっぱい出てきてます。はい。で、あ、これ何やっていうのも出てくるかもしれないですけど、ちょっと試しにいろいろこう持ってもらって、自分の好きな海鮮丼ができたらいいですし、簡単にこう真似できると思いますんで、よかったらやってください。お茶漬けとかで最後で今から最初からかけるんじゃなくて、半分以下3分の1ぐらいになってからだしをかけて味わってもらうっていうのもいいと思うんで、まあ、そういうの辺は工夫してもらったらいいと思います。はい。まあ今日はもう海鮮丼っていうのをやらせてもらいました。はい。まあまたこれからも簡単な品から、まあいろんな工夫した品、まあちょっとどんどん考えていきたいと思いますし、同じね、これで鯛とか魚によっても全然違うんですよ。それをまたもう食べてもらって分かると、またちょっとこう一つレベルが上がって面白くなると思います。こんなところを試して食べてもらうとバリエーションも広がりますし、生の牡蠣はこっちとか、牡蠣フライはこっちとかですね、鯛とかお作り用はここ、お寿司やったらこっちとか、まあいろんなやり方があるんで、よかったらそういうのもスーパーとかいろんなとこ行った時に見てもらったら、でまた市場とか見ても、あ、これが新鮮なんだなとか分かるんで、そういう楽しみも覚えてもらったらなと思ってます。今回は海鮮丼を作らせていただきました。またお料理作っていきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。和食ユーカーのお知らせです。今あの和食ユーのおせちが完成いたしました。で、2段のおせちになってまして、50種類以上のいろんな食材が入ってますん で、まだ特にお肉、魚が本当にあの量は2倍ぐらいに増やしてます。なので皆さんに満足していただける内容になってると思います。だいたい3人前から4人前ぐらいになってます。はい。で、全国に配送できるようになりましたんで、よかったらお買い求めください。で、数は100セット、もう2段のその1つしか僕は作ってません。で、100セット限定なので、お早めによかったらお買い求めください。で、詳しいことは概要欄に載ってますんで、よかったらそちらを見てください。では、まあ、次の動画でお会いしましょう。Facebook もう和食ユーでやってますんで、よかったらこちらも登録お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。